西沢千古、千古随筆より、西沢千古は、明治時代のコレクター、民族研究家。通称は、米次郎、別号に、琵琶の家、ひな社とも言う。娘婿に、日本画家の西沢敵穂がいる。大見国大津にあった鍵人という国土屋の、次男として生まれる。3歳の時に、父が病没し、5歳であった母と共に実家に戻り、西沢姓を名乗るようになる。 幼少より和漢の書を単独し、東京の雑誌、だん,だん新聞の私有として、歌や文章を投稿し、京都の画家、久保田米仙と交友を結ぶ。明治19年から、東京の土木商社の事務員として働き始め、以後は、高等馬車会社、米倉庫会社を経て、浅草銀行、第二本政党会社の事業に参画していたが、明治41年3月から実業会を去り、 病身を養いつつ、趣味の世界に先進する。本所横網町の自宅で没する。去年50、送りなして、峰雲院千古小道古事という。気候下の域にとどまらず、千古は、明治23年の、篠の目をはじめとして、あずまぶり、今模様、七色雑誌などの雑誌を続けて発刊している。さらに、山椒むしろ、木魚貝などの諸葛骨頭や食物を、 持ち寄り品評する集まりを企画した。千古が最も力を入れて収集していたのは、ひな人形であり、明治42年には、大友会を結成し、そこで人形や玩具についての知識を交換しあった。千古が趣味により作り上げたネットワークは広範囲にわたり、画家では、寺崎工業、河井極道、鳥池与忠、和田栄作、文学史屋の笹川林風、 激評家の高度を特知、民族研究家の林若木、坪井正五郎、来島武彦、清水政府、そして文学者の岩谷さざみ、内田ロアンなどが挙げられる。千古の著書としては意向をまとめた、千古随筆がある。ありがとうございます。